ないます正直、指導する時どっかで妥協するポイントってあるのかなと思ってました。これはね、この間これがバシンってくるなって思った例えばちょっと言ったけど、映画とか音楽とかで一緒で、制作費っていうのが目指すものに対してどんぐらいお金かかるかってわかるじゃん。この映像を作りたいならこのぐらいの予算かかる。衣装代とかメイク代とかその演出費とかさ、そういうロケ地だ、うんうん、カメラだ、どういうの用意するだっていう。それと一緒で、そう。 0円で、ネットフリックスみたいな映像とか、0円で、この、何百万再生いってるみたいな MV の映像って撮れない。それと一緒で、ポゼッションサッカーで相手圧倒して、ああ、それこうするってなると、それだけの選手だったり、環境とか、いろいろ必要になるから、お金がいるっていうと。スタッフさんも雇わなきゃいけないし。守備がっつり固めてワンチャンカウンターだったら、お金かかんないみたいな。でも、お、これはお金かかってないと、じゃあ、いいサッカーにならないのかっていうと、そうじゃなくて、お金か,かってなくてもいい映画ってあるでしょ。で、それっていろんな工夫をしてるじゃん。それと一緒で、 お金をかけれないサッカーだけど、いろんないい工夫をすると、ブレントフォードみたいになるわけですよ。だから現状、自分のチームっていうのは、どういう制作費、どういう予算でやってるかっていうのを考えて、そこから逆算した方がいいね。それがやっぱり重要ですね。あとは相手との力関係もありますしね。 相手が弱いんだったら、自分たちのチームにお金かかってなくても、その、制作費めっちゃかかってる映画みたいに見えるじゃん。100万かかってる MV と、0円の MV で、ここで戦ってるんだったら、全然100万の MV がすごい質に見えるんだけど、これ海外とかだと、ね、奥かかってるやつになるから、でこれが、日本でポジションで,できるチームが海外と当たった時には、そういうサッカーできないのと一緒です。だから僕はね、いろんな失敗とか、いろいろ経験してきて、で、別にこれはいる選手がダメだから制作費が低いってみちゃうくて、いる選手を育てると制作費が、 高い予算の映画みたいになるから。だからそれがブライトンとかそういう感じありますよね。だからうちは、明日か明後日出るドキュメントもそうなんだけど、昔よりもすごいポゼッション綺麗になってるし、れはいる選手たちがいい予算で戦えてみたいな相手との力関係もあるからね。